はいどうも、コバソルです。皆さん動画いつも見ていただきありがとうございます。今日はですね、皆さんにお知らせが2つあります。まず1つ目、コバソルさんワンマンライブが決定しました。ありがとうございます。ここまではね、皆さん知ってるとは思うんですよ。最近の動画のラストに、告知の方出してたりとかするのでね、知ってると思うんですけども、日にちと場所を発表したいと思います。場所はですね、都内の代官山ループというね、ライブハウスでやります。こちらもライブハウスがですね、以前僕もワンマンライブやったことがあるんですけども、すごくおしゃれな場所でですね、前回のワンマンライブをやった会場よりもですね、広くなっております。前回のワンマンライブがですね、ありがたいことに10分で完売してしまったのでですね、今回のワンマンライブは前回よりはチケットを取りやすくなってるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。そして日にちが2016年2月の14日バレンタインです。はい、バレンタインです。来年のね、バレンタインがですね、なんか祝日か土日のどっちかだったんですよ。なのでね、すごく来やすいとは思うんです。日にち的にはぜひよければ、カップルの方は、デートのイベントの一つとして、そして彼氏も彼女もいないよ、どうしよう、だから僕と一緒にバレンタインで一緒に過ごしてみませんか、ということで、ぜひ皆さんスケジュール帳のバレンタインの日にはコバソルワンマンライブって入れてください。はい、またね、チケットの予約とか、そういったお知らせは後々発表していきたいと思いますので、チェックの方よろしくお願いします。そしてお知らせ2つ目、ちょっとね、前回の動画からえらい空いてしまったんですけども、ほぼ丸1ヶ月ですね、空いてしまったんですけども、プレゼント企画の当選者を発表したいと思います。たくさんのご応募ありがとうございました。今回のね、プレゼント企画はですね、皆さんに何が欲しいというね、ことを尋ねたプレゼント企画となっております。なのでね、プレゼントする内容は皆さんに託しました。なんとですね、1700件のご応募いただきました。本当にありがとうございます。たくさんご応募ありがとうございます。すごくね、嬉しいコメントばっかりで、今回3名の方に当選するということなんですけども、3名じゃ足りないんじゃないかっていうくらいね、皆さんから嬉しい言葉いただきました。ありがとうございます。もう中にはね、いつも動画見させてもらってありがとうございます、もうプレゼントなんていらないんですよ、本当にありがとうみたいなね、コメントもいただいたりしてね、本当こういう方にね、もうあげるよみたいなね、ことやりたいんですけどもね、まあ、企画なので、そんないらないよっていうのは、もう僕からの気持ちを精一杯送ります。ありがとうございます。でも本当にね、もういっぱいね、いろんなお言葉いただいて、すごいね、謙虚なコメントがね、いっぱいあってね、紙にサインが入ったものがいいですとかね、コバソルさんがくれるものなら何でもいいですとかね、なんかね、すっごいありがたかったです。もうめちゃくちゃ謙虚なね、コメントがたくさんいただけて、本当にやり本当にね、みんなからね、嬉しい言葉たくさんいただけてね、でね、もうみんなね、本当にね、謙虚な方が多く、ごめんよカピバラさん。ということで、当選者の方を発表していきたいと思います。まず1人目の当選者の方、さやか白石さん、お誕生日おめでとうございます。私も9月7日が誕生日でした。近くで嬉しいです。 T シャツでも何でもいいので、コバソルさんの私物をサイン入りでいただけたら嬉しいです。プレゼントください。笑い、ということでですね、なんで笑いなのか分かりませんが、おめでとうございます。さやか白石さんにはですね、僕の動画でもね、1回着たことあったかな、こちらのミッキーマウス T シャツをお送りしたいと思います。 UT ですね。結構 UT が僕好きでね、よく着てるんですけども、動画とかでも。これどこにサインか、こうなんかあれだよね、このちょっとミッキーのところに書くのもあれだよね、なんかそうだな、サイン別のに書いて送りたいと思います。ちょっと書く場所が思い当たらなかったので、もし書けたら書きますし、サインは別で送ります。おめでとうございます。一応ちょっと洗って送りますので、はい。そして2人目、ダウムスティーンパーさん、コバソルさん誕生日おめでとうございます。おすすめの小説が欲しいです。ということでですね、
僕としてはですね、すごく待ってました感のあるコメントでございました。おめでとうございます。なんでかというとですね、僕のおすすめの小説はこちら、カラフル森エトということですね。森エトさんの作品ですね、もう名作中の名作です。もう映画化もしましたし、アニメ化もしました。いろんなことある人いっぱいいると思います。もしかしたらダウンムスティーブンパーさんも呼んだかもしれません。なんですけども、なんで僕がこちらの方をおすすめするかと言いますと、なんとこちらの方に出てくる主人公、私です。どういうことかと言いますとですね、なんと主人公の名前がですね、小林誠くんなんですよ。うん、僕としてはですね、結構かぶったりする部分もね、いっぱいあってね、すごく感情移入しながら読めた作品です。非常にですね、面白い作品となっております。結構ファンタジー要素が強いかな、ファンタジー要素が強いんですけど、まあ結構現代を舞台にした、作品です。ぜひダウムスティーンパーさんも読んでほしいですし、皆さんもぜひ読んでみてください。すごくおすすめです。ということで、ダウムスティーンパーさんにはこちらのカラフル森江戸さんの作品をお送りしたいと思います。おめでとうございます。そして当選者3人目、26雪月花さん、小松野さん、改めましておめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。いつも素敵な動画ありがとう。プレゼント企画ですが、書き下ろしイラストか生録音のメッセージか歌入り CD が欲しいです。もちろんサイン入りでご検討お願いします。またはサイン入り片崎健でもか笑いということで、なんで笑いがついてるのか分かりませんが、おめでとうございます。ということでですね、イラストを描きました。今回ね、ちょっとね、初めての試みでコピックペンというのをですね、使って絵を描いてみました。難しいですね、コピックペン。皆さん知ってますか、コピックペンって。なんかね、水彩絵の具みたいなね、色合いなんですよ。すごく面白いペンなんですけども、そちらのペンを使って初めて描いてみました。こちら、こちらの方ね、せっかくね、皆さんからたくさんね、嬉しいコメントをいただいたのでね、こちらの絵はですね、データでツイッターだったり、ね、フェイスブックだったりに載せたいと思います。そして26雪月花さんにはですね、こちらのイラストの原画をプレゼントしたいと思います。サイン入ってます。はい、でサインの日付はですね、一応僕の誕生日となっております。はい、おめでとうございます。こちらの方をお送りしたいと思います。ということで、プレゼント企画、そしてワンマンライブのお知らせの動画でした。プレゼント企画の方もまたやりたいと思いますし、ワンマンライブの情報もどんどん更新していきたいと思います。そして、毎週ミュージックビデオの方も、動画更新していきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。これからもコバソロ YouTube チャンネルをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。コバソロでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。